ビーチフラックスは、ライフセービングにおいて、ライフセーバーが行う、走力や反射神経を鍛えるためのスポーツである。ライフセーバーの技術を競わないで行われることもある。ゲームはフラックを砂に位置直線上に刺して行われる。選手はフラックから約20メートルほど離れ、顔をフラックと反対側に向けうつ伏せに寝る。合法の後、フラックに向けて走り、 フラッグをつかむ。ゲームのルールは、イストリアソビと似ており、常に、フラッグの数は、選手の数より一つ少なくなっている。フラッグをつかめなかった選手が、レースから除外され、またフラッグを一つ減らして、ゲームを続行する。これを残る選手が数とになるまで続け、最後に残った選手が勝者となる。若いライフセーバーによってよく行われる。単純な競技のようだが、 仲間の選手をゲームに残すために、他の選手を操作するなど、ゲームはとても複雑になり、フラッグの争奪が激しくなると、選手の混乱や、観客の緊張感が増す。また、身体接触に対する厳しいルールがあり、腕を使った妨害や激しい接触は、失格になることがある。この競技は、持久力よりも、技術やコンディションの調整が勝敗を分ける。 また、非常にスピーディーな競技であり、オーストラリアオープンの決勝では、約3.7秒で決勝のレースが終わってしまう。ありがとうございます。